はい、こんにちは。今日はね、沖縄から台湾にかけて自生してるね、植物ちょっとお送りしますけれども、もう気分沖縄でしょ。本当にね、たまたまね、今日買い物行ってこう片隅にね一本だけポツンと残ってたんですよ。で、連れて帰れって言ってるように聞こえたもんですからね、ついつい連れて帰ってきました。それではご覧ください。どうぞ。ですね、今日はその連れて帰ってきたもの、シークワーサーですね。シークワーサー、和名で、ヒラミレモン、平らに実のなる実にレモンって書いてヒラミレモンとも呼びますね。で、沖縄の方ではね、シークワーサーのシーっていうのは、オス、巣のことを意味して、まあ、要は、ワーサーっていうのはね、こう食べる、食べるとかっていう、そういう意味らしいんですけども、シークワーサー、要は巣を食べるっていうような意味合いの、植物ですね。そんなに大きくない、どちらかというと、こう、カボスとかあるぐらいな大きさの実がなる、木です。ちょっとね、それ、お見せしますね。これです。これです。今日はね、この子がってのおかしいですけどね、片隅でね、一本だけポツンとあったんですよ。でね、こう見たところね、新芽もね、たくさん出てるし、こう枝っぷりも良かったもんですからね、あ、これいい木だなと思って、そのまま購入してきたんですね。で、これからね、これ今ポットのままなんで、鉢植え、素焼きの鉢の方、もしくは、うちにあるのが何だったかな、ちょっと見てきますね。ちょっとね、良さそうなのありましたからね、これでやってみたいと思います。とりあえず、まずね、土作りですね、土作りと、それと、ちょっと気になったところがあったので、あれなんですけれども、よいしょ。頭のね、この摘心してある部分、ちょっと摘心してある部分が少しね、何も処理してなかったようですので、この摘心してある部分、何も処理してない部分、再度ね、ちょっと切り落としかけて、ちょっとね、トップGMでね、処理しておこうと思います。一度この先をね、摘心したところを一回もう一度切り取りまして、こちらですね、トップGM、あのね、切り口のね、油合剤です。切り口が後で綺麗にくっつくようにね、それをちょっと塗っておきましょう。どうしてもない方はね、エマルジョン系木工ボンドって白いやつでも代用は効きますけれども、トップGM用ね、あるようでしたら用意してください。よし。それで、とりあえず、レモンのように、このシークワーサーね、名前がね、和名ヒラミレモンってぐらいなんでね、土の方は、レモンと同じ配合にします。それでですね、とりあえずまずこれからレモンの土作りということで、シークワーサーの、土作りですけれども、まずは赤玉の小粒、大きいのだとちょっと大きすぎちゃいますからね、赤玉の小粒をおよそ6割から7割赤玉の小粒ですね、7割赤玉の小粒、はい、はいの、ね、ちょうど3倍かな、これちょうど3倍ぐらいになるのかな、よいしょ、あらまあ、
ちょうどぴったり品切れですね。はい、こういった形で、まずとりあえずこれ3杯。それで、まずね、このメッシュね、このメッシュを鉢底にね合わせて1枚入れておきますね。それでシークワーサーもレモンと同じように鉢底石、水はけいい方がいいのでね、鉢底石入れておいてくださいね。今満タン入りすぎました満タン入りすぎました。ちょっと返品しましょう。これ動画的に言うと NG ですよねこんなにはいらないって感じ。動画的に言うと、ね、NG なんですけど、編集するのすごい大変なんで、このまま載せちゃうのも変ですよね。それで、腐葉土ですよね。腐葉土なんですけれども、今回こういったやつ、これバークのね、堆肥が含有されてるやつね、バーク堆肥に入ってるやつを、入れていきますけれども、これ3に対して1入れます。赤玉小粒を3に対してこれを1。もうちょっとかな。1。ね、これでね、大体計算すると、3対1になるので、25%。ね、7.5 対2.5 と、もう大体の計算でいいですよね大体の計算でいいですよって言ってね、しょうがないですけどね。まあ7:3ぐらいね、もしくは堆肥ちょっと多めがいいなと思ったら、こう腐葉土の他にね、園芸用の土を、1割ほど混ぜてみたりとかね、その辺ブレンドは、臨機応変にある程度こなしてみてください。ただね、やたらね、こう、なんだ、湿気がこう溜まるような、要は排水性の悪いものは混ぜないようにしてくださいね。と、よいしょ。元肥としてね、いつも同じなんですけども、ね、元肥で、マイガーデンは元肥として入れます。ガーデンを元として入れて、よーくブレンドしてですね、よいしょ。でね、鉢底のところに少しね一回引き込んでおいて、漏れないようにしておきますね。これで一度この状態でお水をかけていただいてね、こう急にね乾いた土の中にね、シークワーサーのね苗を突っ込んでしまいますとね、土が乾燥してしまいますので、一度濡らしておいて、さーっと濡らしておいて、それからね抜き取ったねシークワーサーの、苗を入れようと思います。これ日中やる場合はね、この入れ物ごと、この入れ物ごとバケツの中にお水張って、これジャボンって入れちゃうといいんですよ。でジャボンと入れちゃって30分から1時間水の中にそーっとしておいて、でね、それ1時間から30分経った後に抜き取って植え替えをすると、割と効率のいい、ね、木に優しい植え替えできますから、つけ置きをするっていうのも、覚えておいてくださいね。そうするといいですよってことで。ちょっとね、今回この根がね、中でねすごく張ってますね。これ横に広がってますね、根が。だからこれつっかえてるんだ、根が。
根が突っかえてね、こうもう、もう崩れちゃってます。こう入れようと思ってもね、根をね、こう無理やり曲げて入れたような感じですね、これ。よいしょ。ほら、こんなに曲げて無理やり入れたんですね、これは。よいしょ。ちょっとね、あまりね、この今ハサミ使いたくないんですけどね、緊急事態なので、ちょっとこれで切っちゃいます。よし、切った形でね、これで、元入ってたね、土と今の土少しブレンドして入れちゃいましょう。はい、これで押し込んであげて、これでね、少し一度水入れちゃいますね。よし、これたっぷり水をあげてくださいね、たっぷりと。たっぷり水をあげて、まあ、最後にね、もう一度水をあげますけれども、たっぷりお水をあげて、下から水が出るくらい水をあげた方がいいですね。で、一度、下の方に入れましたと。それで、さらにこの上の方にね、土入れていきますけれども、必ずね、ウォータースペース上から 2,3 センチね、多ければ4センチぐらいね、3,4 センチぐらい開けて、下げておいてくださいね。土入れるのは口いっぱいまで入れないで、必ず水がここに上げた時で溜められるような状態にしておいてください。これね、たっぷりこれで水をあげてもらってね、下から鉢底の方からね、水が出てくれば OK ですので、これで、ね、十分水を与えてあげていただいて、下から出てきましたから、これで OK です。はい、とりあえずね、こういった形でね、今日はシークワーサーね、お送りしましたけれども、これね、前ちょっと自分失敗したことあるんですけど、こう針金で留めてあるこれタグとかありますよね。これタグ、これ気をつけてくださいね。あんまりこうギュッと巻いてあるタグは緩めておいてあげないと、木の成長をしていく過程でね、木に食い込んじゃうんですよ。これ、ね、タグはね、今ちょっとあれですけど、取っちゃっていただいて、ここに周りに刺しておいてもいいですね。鉢の横のところにね、ちょっと刺しておいてもいいと思います。こういった形で、今日は、お買い物行って、ね、帰り道にシークワーサーが連れて帰ると言ったので連れて帰ってきましたっていうような、ね、簡単な感じの動画ですけどもよいしょ、こう持つね、こうで、いろいろね、こう今までにこうお話もしてますけれども、こういった接木してある部分、この接木してある部分はね、こんだけ高ければね、土に埋めちゃう方はいないと思うんですけども、必ず上に出しておいてくださいね。土から上に接木面は出しておく。こういった形で、今日はシークワーサーをお送りしました。それではまたお会いしましょう。さよなら。